皆さんこんにちは、ヒカルです。さあ、今回もですね、このオズモポケットの初心者解説ということでね、始まりましたが、前回はですね、こちらこのね、歯車マークオプションのね、話をしましたが、今回は上から下じゃなくて、下から上にこうグッとね、スワイプさせた時のこの4つの、よくわからないマークがありますけどね、これについてね、今回解説していきたいかなと思っています。それでは解説していきますが、前回は上からね下にやってこの歯車のねオプションの話をしましたが、今回はこう下から上にグッとねこう引っ張ってくると、なんかねよくわからない4つのねマークが出てきますよね。それぞれについてね今から解説します。で、一番この左上なんかこう十字架のマークみたいのがあるんですが、これを1回ポチって押すと、このねカメラのこの部分ですね、このジンバルって言われるこのカメラの位置を、センター中心に戻すことができます。例えばこうね横とか左とか、まあねこのカメラの位置がちょっとおかしいなって思っても、このねセンターこの十字架のボタンを押すと、よいしょ、はい、ジンバルは確実にこう中心に戻ります。でね、これ下から、スワイプさせてポチって押してもいいんですが、この赤いボタン、録画ボタンの隣の、何もね書いてないボタン、これ電源ボタンも兼ねてるんですが、これをねポチポチっと素早く2回押しても中心に戻すことができます。もう一度やってみましょう。カメラはねこんな感じ上の方を向いちゃっていますが、この、何もないボタン、何も書いてないボタンをカチカチって2回押すと、ほら中心に戻すってことができます。これはねすごく便利なんでね、一番使うと思います。なんでね、カメラの向きがねちょっとおかしくなって、まっすぐ正面映したいなって時にはここを2回カチカチってね押すことを、覚えてください。そしてその隣の方はなんかカメラのマークがありますよね。なんかカメラの中心にこうぐるぐる書いてるようなマークがあるんですが、これを1回カチッとタップすると、このように、カメラがね自分の方向に向きます。なのでこう自撮りをねしたいときとか、あとちょっとねカメラの位置をこうぐるっと変えたいときには、このねこのカメラのマークですね、この十字架の隣のカメラのマークを押せば、はい、180度、このジンバルカメラの動き向きを変えることができます。でこれもですねさっきと同じで、この何も書いてない、このボタンをカチカチカチって3回押すと、ほらいちいち下の方にねスワイプさせずに、カメラの位置を変えることができます。もう1回3回押すとカチカチカチ、ほら正面に向けることができます。そしてオズモポケットはこんな感じに、180度ねカメラをぐるっとこう回転させると、自動的にこれ見えますかね、フェイストラッキングっていう機能がね働きます。これをやることによってね、自動的に、オズモポケットの利用者のこの顔に向けてね、トラッキングって言ってこう追跡を開始するんですね。なのでこうユーザーが、顔をね動かしても、こういうふうにね、ジンバルってカメラがね、追尾してくれるんですが、ちょっとねこれだったらごめん分かりづらいですね。ちょっと分かりづらいですけど、もう一回これやってみますか。ここのボタンをカチカチカチっと3回押すと、セルフィーモードって言って自撮りのモードになって、その時に誰かの顔ですね、まあ大体こう人の顔とかがあるとこんな感じでフェイストラッキングっていう感じで、顔を追尾してくれます。これをキャンセルやめたい時はさっきと同じようにこのボタン、この白い何も白くないか録画ボタンの隣のボタンを1回カチって押すと、はい、切ることができます。でもう一度3回カチカチカチって押すと正面の方に向けることができます。そして次はこの人型のねマークみたいなやつがあるんですが、これを1回ポチッとタップすると、今高速って表示が出ましたよね。この状態ではこうオズモポケットを素早くグッグッってほら動かしても、確実にカメラがついてきてくれます。かなり早くこれ動かしてるんですけど、ほらスパスパスパッとで素早く、このジンバル部分っていうんですかね、ここが追尾してくれます。でもう1回、この人の型のマークですね、これをタップすると低速っていうもんじゃってこう歩くマークになりましたね。この状態ではほら動きがワンテンポ遅いんですね。そう、これによってこの高速モードにすれば素早い動きのあるものっていうんですかね、まあ飛行機とか列車とか、なんかこう高速で動くものを追っかけたいときはこの、高
高速モードがおすすめです。ただこれをやってしまうと本当に素早くカメラがグッ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 って動くんで、当然こう映像がねこうブレやすいっていうんですかね、あまりにも早く動きすぎて見てる人がね酔っちゃいますね。なので普通にこう歩き撮りしたいとか、あとまあちょっとね風景とか映したいっていう時にはこの歩くマークのモード、これがねいいですね。これであればグッて動かしてもカメラが結構ゆっくりこう後からついてきてくれる感じなんで、なんていうんですかね、酔いにくい映像っていうんですかね、こうまあ仮にですけどこうねオズモポケットをグッグッグッて動かしちゃったとしてもね、結構ねその横のブレとか縦のブレっていうのを軽減してくれます。高速モードにするとね、まあ、動いてるものとかこう素早く動くものをね撮るにはいいんですが、逆にね本当にその動きをそのまんま映像に録画しちゃうんで、非常にね酔いやすいです。なので、普通のね風景とか、まあ、ちょっとした散歩とか撮るんならこの低速モードにすることをお勧めします。そして最後この右下のね、カメラのモードについてねこれ解説していきます。これ1回タップするとこうモードが切り替わって、全部でね3つのモードがあります。まず標準的なフォローモード、この状態ではOZOMO ポケットは左右も上下も、カメラがついてってくれます。もちろんこれは高速にすれば、高速で動きますし、低速モードであれば、しっかりとねこうゆっくりゆっくりと、OZOMO ポケットがその風景を撮ってくれます。基本的にこのモードでね僕はいいと思います。でまあちょっとねこう上になんかあるなって時にはグッとこう上に上げるとゆっくりとオズモポケットがその方向に向けてついてきてくれますし、また正面に戻すと正面に戻ってくれます。で次これをタップすると固定モードって出ましたね。この固定はと言いますと、左右はついてきてくれるんですが、上下はその場を維持してくれます。なのでこうまっすぐな道を歩きたい時とかはこの固定モードで撮ってあげると、まあそうですね、その上下のブレっていうんですかね、滑らかな映像を撮りやすいですね。こう左右に傾けは、ついてきてくれるんですが、上はカメラの位置がこんな感じで、固定されます。でさっきも解説しましたけど、この電源ボタンの隣のボタンをポチポチって押すと、ほらこのオズモポケットの方向に向かってカメラが向いてリセットされます。なので風景とかをねこう歩きながら撮りたいっていう時にはこのね、固定モードもねすごくおすすめです。そして、最後もう一回ポチって押すと FPV っていうモードがありますが、これがね結構癖があるんですよね。まあ、さっきのね、フォローモードにすごく近いんですが、フォローモードと違ってこのように、回転っていうんですかね、この角度もしっかりとオズモポケットは、追尾してくれます。なので上下と左右と360度の傾きにも、オズモポケットはしっかりと追尾してくれます。そうですね、これがね役に立つっていうと、ジェットコースターとかに乗っててこうなんていうんですかね、体がグオーって傾くような映像っていうんですかね、こう自分の体が180度ね下に向いたりとか、あとはそうですね、なんかこう激しいスポーツをやってていきなりこうグッとね斜め上とか下とか横とかこうすごい激しい動きのするスポーツの時とかはもしかしたらねこのモードを使えるかもしれないんですが、基本的に僕はね今までこのモードを使ったことは一度もありません。なのでそうですね、ちょっとねごめんなさい、今のところ僕のねその利用方法っていうんですかね、それは思いつかないですが、まあとりあえずねこういったモードがありますよっていうお話でした。さあということで今回のおさらいですが、この左上からカメラを中心に戻す、自撮りモードに切り替える、高速モード低速モードへの切り替え、あとOZOMOポケットのカメラの挙動ですね、この向きとか、固定モードとかフォローモード FPV モードの切り替えることができるというこの4つの、モードを今回は、お話ししました。ちょっとややこしいですが、これをね、覚えてもらうとこのOZOMOポケットはねぐっと使いやすくなりますし、あとこの2回押しとかね3回押しも、覚えていただけるとねこう素早くね、カメラのモードとか、設定を変えることができるので、ぜひね今回これ覚えていってください。ここまでこの動画を見ていただきありがとうございました。この動画が皆様を何かの参考になれれば幸いです。で今後もですね、こういったOZOMOポケットのね、初級講座みたいなのをどんどんやっていきますので、もしよろしければチャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。